ここはグアムプレミアアウトレットっていうショッピングモールなんですけど、大好きなおもちゃ屋さんがあります。ここです、トゥインクルズおもちゃ屋さん。この A Place for Children's Dreams っていうこのスローガンが大好き。かわいい。ハロー。ここもすごいおもちゃをコレクション、自分でコレクションするときにここでもいろいろ買ってましたね。キャラクターのリュックサックとかバッグがいろいろあって、それをよく買って背負ってました。去年も来ました、息子と3人で。海外行くのも初めてだったから、その時がすごい、キューチルも喜んでましたね。懐かしいね。こういうバービーの車とかめっちゃグアムで買って帰ってました。好きを追求めちゃくちゃしてた時期にグアムにめっちゃ来てたから、すごいその時の感覚を思い出します。なんか必死になってお部屋を可愛くしようと思って集めてた自分を思い出して懐かしい。グアムに行けばなんか自分のなんか表したい世界が表せるみたいな感じですごい思ってました。だからグアムにみんな何しに行くの、なんかその海泳ぎに行くんですかって感じだったので、私おもちゃを買いに行きますっていう感じでしたね。いつぐらいだろう。でももう元々もちっちゃい時から自分の部屋は自分で可愛くするの好きだったんですけど、そういうなんかちょっとあえておもちゃを飾るみたいなことをしだしたのは17歳ぐらいかなと思います。人から変と思われてるかなとか思ったことなかったけど、逆にこの SNS を始めた時に、あ、こんなにも自分の好きなものを一緒になんか共感してくれる人がいるんだと思ってすっごい嬉しくて、それがやっぱもっともっと好きなもの追求したい欲に加速しましたね。ラッキーなことにもう4歳ぐらいからおしゃれが好きになって、あ、こういうのが好きだ自分はっていうのがめちゃくちゃ明確にずっとあった人生だったから、なんかもう好きなもの好きだってなんか自分で満足いくまで追求してただけなんですけど、それをなんかすごいこうやってたくさんの人に見てもらえるようになってすごいありがたいですね。だから昔私がそれこそグアムで買った自分のために買ったおもちゃを今息子が実際に使ってくれてたりとか、そうすごいします。かわいい。Google Pixel Presents Another Sky